ドラゴン日本一あの飛ばし屋があっぱれの試合に参戦。とんでもない打球を放った。というわけでこの日行われたのはオープン戦、お相手は BBC さんです。スタメンはご覧の通り、ダブルヘッダー2試合目ということもあり、家庭の事情などもあっていない人も多数。飛ばし屋は10番。さあそんな試合先行あっぱれ1番の徳さんから試合を追っていきます。まずはストレートを打っていきますが、やや差し込まれレフトフライ。続いて2番は竹俣、初球スプリットフォーク。続いてストレート、これはカットするも追い込まれるとインコースへフォーク、空振り三振。ストレートフォークと非常にいいピッチングを見せるこちらのピッチャー、 EBC の先発はマックス143キロとフォークを使い分ける星選手です。もともとエージェック硬式野球部でやってたそうですね。通りでいいピッチャーだ。職業は建築業。2アウトから3番の順、追い込まれてからアウトコースにズバッとストレート、いいボールですね。さあ続いて EBC さん、1番バッターは近藤選手、広告営業マンです。そのバッティング、バーンダーンとセカンドの脇を抜けると、そのまま宇宙間を抜けていく勢い。しかしセンターに入ったクリス、全力疾走で追いつきますが、打ったバッターは2塁へツーベースヒット。さすが EBC さん強い。続いて2番松本選手は室内練習場勤務です。ここは変化球でバントをさせず追い込むと、高めのストレートで空振り三振。まずはこのピンチ1人目を切る。続いて3番中西選手、中西選手も室内練習場勤務。フルカウントからこのシンカーで空振り三振。この日シンカー抜群のキレを見せていました。続いて4番野口選手は豊洲市場勤務です。新鮮な魚をいつもさばいてるのかな。しかしここはちょっと新鮮さを欠くピッチャーフライ。さあ続いて今年入団を果たした大西です。もともとはねこうピッチャーっていう話もあったんですが、指のね幅を変えて変化量を調整してます。ストレートっぽいんですがツーシーム、いやツーシームよりもストレートっぽいみたいなボールです。続いてこれがストレート。今大西詰まってるように見えますね。しかし以前大西打席に立った際にこんな三振してました。こんな感じでもう30センチぐらい離れた空振り三振をすると、兄貴からもっとポイント近づけてやってった方がええんちゃうかということで、大西はそれ以降ポイント近めで打席に挑んでいます。結果この変化球に対してもしっかりボールを見ているのでなんとか粘れる。しかしながらここはフォーク多投したピッチャーに軍配。大西いいアプローチを見せるも悔しそう。そんな大西外野もできるんです。右中間の深い打球、長い距離を走って追いつく。結構足速いみたいですね大西。これピッチャーで入ってきましたけど外野か。さあそしてさらにこの日はある男が体験として試合に参加をしてくれました。以前特産 TV にコラボしたエンタートヨダ、ゴルフの飛距離を競うドラコンという競技で約437メートルを飛ばし日本記録を叩き出した元野球部です。この打球を飛ばす、この日記録したのは128メートル。あのモンスターサードを超える飛距離を飛ばすエンタートヨダ、ポテンシャルは本物。普段はドラコンですが、この日はフィールドをグラウンドへ移し、いざアットバート。その直とんでもない打球を放つ。皆さんご覧いただきましたか。普通に見たらただのショートゴロなんですけど、これもう一回リプレイ見てみましょう。この叩きつけ方です。この叩きつけ方、もはやこれ地球がなかったら地中430何メートル飛んでるぐらいのすごい打球だったかもしれないというのはまあさておき、今の打席を見て兄貴からワンポイントアドバイス。ゴルフやったらさ、はい、多分もうここにボールがあって打ちに行くでしょ。
多分野球で今ね前出て始めてるわ。そう、もちろん普段止まっているボールを打っているエンター豊田、悪い意味で野球の感覚が戻ってきたというかね、前からボールが来るのに対して前に出されてしまった状態。多分今までこうやったらこう打ってるやつだけど、はい、それがこう入ってるわ。入ってます。ここで入っちゃった。ゴルフ やってみてくれる、うん、野球やってみてくれる。あ、でもめっちゃええわ。あ、大丈夫ですか。ちょっとバレちゃった。ちょっと下げたいぐらい。バレちゃった。勉強します。という軟式用のワンポイントアドバイスを受けて迎えた第2打席。さあ、ここはなんとか兄貴のアドバイスを生かしたいところ。よう、バッテリーさん、これだけスライダーに合ってないから最後もスライダーだろ。地の果てまで飛ばしてやるぜ。スライダーが来たその瞬間、バッテリー終わりだ。ど真ん中、見逃し三振。はい、これが野球です。エンター豊田さん、曲がると思ったそうです。さあ、試合の方戻っていきます。先発の竹俣、この日は本当にシンカーが冴えた。強力 EBC 打線に対して全く的を絞らせないピッチング。これストレート、完璧に弾き返されてはいるんですが、ここはセンタークリス、ナイスポジショニング。投げ切っていいところに行ってるので、いいところに飛ぶという野球の不思議。そしてこれもフラフラーっと上がった打球、クリスチャージをかけてキャッチ。いいですね、クリス。ナイスファイヤー。一方 EBC 星投手もこのフォークボールがとにかく抜群。あっぱれ打線がもうキリキリ舞いでした。でまたね、落ち幅も違うんでね、空振りするボールと入れてくるボール、本当に厄介でした。さあ、続いて EBC ピッチャー交代です。奥田投手、クレジット会社の営業をしているそうです。マックスは146キロ。その奥田投手に対してアウトロービターン、高めのストレートで差し込まれ、力のないフライ、レフトフライ。続くコーター、横滑りのスライダーでワンストライク、再びスライダー。もうもはやバッティングをさせてもらえません。いいフィールディングですね。こんな感じで星投手、奥田投手の前にあっぱれは5回まで無得点が続くんです。好投手相手になかなか点が取れないあっぱれ打線に対して、兄貴はある指示を出します。追い込まれてそれで差し込んでいい、どっちも打てないから、いやちゃん、だと劇が飛んだ。その6回の表、先頭の大西、でもお伝えしましたが、大西はポイント近めの意識。そんな中でインコース寄りのボールを、これはもう技術とパワーですね、もういい角度で持ってきました。ピッチャーじゃなくてやっぱ外野かな。さあ、そんな中打席には44歳、いや45歳になるかな、ニック。ダーンダーン。普段はチームを陰で支える男が、このピッチャーに対して初球ストレートを弾き返しツーベース。これであっぱれが先制。しかし奥田投手、ここはハーフスイングを取られストライク。竹俣はストレート狙いですね。ここはちょっと手が出てしまってハーフスイング、そしてラストボール。まあね、こうやってね、こうどっちかに絞って振るっていう時には、まあこういうこともありますけれども、
次の7回の表3番のジューン、チャーン、高めのストレート、チャーン。本人はね、こう上からかぶせたみたいな感じらしいんですけれども、その意識が良かったんですね。アイアンを越えてランニングホームラン、ソロホームランでアッパレが2点リード。ちなみにこのホームランでアッパレのチーム内ホームランダービートップタイに並びました。そして7回続投志願した竹俣、ピンチを招くものの最後のバッターをサードゴロに打ち取りゲームセット。まあ、オープン戦なんでね、まあ、勝ち負けは後回しといったところでありましたが、 EBC さんの好投手相手に、いろんなねいい試しができたんじゃないかなというふうに思います。今日いい試合だったね、2試合目ね、あのいい試合だった、ナイスピッチャーだ、ナイスピッチャー、バッティングも本当ね、途中から思い切りが良くて、やっぱりうちのチームね、技術が良くなってね、ポイント下げることができるようになったから、もちろんそれが基準やで、それは基準やけど、やっぱ思い切ってリスクを取るっていうことがなかなかこうできなくも同時になってたと思うわ。だそこは思い切りって言うたら、あれが偶然ではないでしょ、どう見たかって。目指しているのは、俺はずっとポイント下げてファール打てるようにしなさいって言い続けてるやん。なんでかっていうと、理想はこっち、こっち側に打てる、ヒット。この状態は何かっていうと、ボールを振らない状態なのよ。なぜかって言ったら、ポイントが下がってるから低めが見逃せたりするわけね。しかもまっすぐだったらあっちへ、浮いてきたスライダーだったらこっちへって打てると、左バッターやったらっていう状態を基本技術として持っといてほしい。ただ当たり前やけど、センター返しからややこちらの方が捉えやすいのよ。みんなもうね、バッターみんな上がってるでしょ。ロングティーとかでもあっちに強いだけ難しいでしょ。でもセンターからこっちってやっぱ打てるやん。でここに最後は本当はポイントを持ってくる方がいいんだけれども、ここに持ってくるといろんなボールにやられるわけ、変化球が振ってしまう。だったら最初からここに置いておいて、いいコンタクトしながらボールを見逃していくことによって、相手の配球が読めてくるわけよ。なぜならボール振らないから、ストレート投げてもファールにされるから、じゃあ変化かなとかいう時に、その時に根拠を持ってそこに置いてほしい最後で、その時は今日みたいにボールで落ちたらもう空振りでええねんといった感じで、我々草野球人っていうのは1年勝負っていうことはないので、もうむしろ未来を見越してこういうトライを結構やってます。ちなみに2打席凡退のエンターというか、あのね、マジでへこんでました。マジで。次回のエンターをお楽しみに。